ウルトラ怪獣バトルブリーダーズ。はい、どうも、デルキャスでございます。ただいまですね、朝4時でございます。はい、土曜日の朝4時。ね、朝っぱらからやってますよ、ウルバト。いや、楽しいですよね、ウルバトね。もうほんと楽しいですよ。テンペラーステージのためにね、頑張ってね、石をまあ貯めてたわけなんですけれども、まあ、やっぱウルバト楽しいね。ほんとに。ってことでね、まあやっていきましょう。さて、どうぞ、今日も、はい、どうも、モグボーナス。モグボーナスでございますよ。今さ、ショップで、その万能 DNA とか特製 DNA が売ってるからね、結構ね、石減っちゃった。でね、ついにですよ。もうね、テンペラー星人のためにね、頑張って貯めようと思ったのにもかかわらず、エンバス石綺麗ロイド。買っちゃったよ。だってさ、綺麗ロイドだぜ。欲しくなるやん、そんな、普通。ということで、かなりね、まあ、見ていただければ分かる通り、結構ギリギリでございます。242ということで、結構ギリギリ。うん、ね。まあ、なかなか、まあ、もうちょっとね、待てばね、もっと安くなるんだろうけども、まあ、現時点ではね、そこそこね、安い価格で買えたんじゃないかなと思います。ということで、買いましょう。買っちゃいましょう。おりゃおりゃおー、買っちゃった。おー、買っちゃった。おー、買っちゃった。お、やった。ブリーダーコイン13番やったね。ラッキー。うわかっこいい。かっこいいよ。綺麗なのかっこいいよ。ねえ、ウルトラマンティガにさ、君は招かれざるものなのだよ。つってね。かなりこう嫉妬の炎をね、まあ、抱いてましたけれども。またのご利用、お待ちしてまーす。67スト、あらま。あーらまあ、ビンボ。ということでね、早速ね、強化していきましょう、ピエロイドさんを。アイテム。もうね、ちょっと貯めておきました。あらかた貯めておきましたので、強化していきましょう。いや、もうさ、ピエロイドさ、本当にめちゃめちゃかっこいいよね。実力としても、やっぱウルトラマンティガと互角に戦えるほどのパワーを持っているわけだし、キレイロイド2なんかはね、スカイタイプ、パワータイプ的なね、そういう進化もして、さらに強くなったじゃん。超かっこいいよね。うん。でさ、キレイロイドと、ま、ティガのね、やっぱ夜の戦いってさ、ものすごくさ、印象的だし、すっげえかっこいいんだよね。うん。こうちょっとさ、こう泣いてるかのような、こういうデザインっていうのがね、面白いよね。本当にね、丸山さんの作られる怪獣とかウルトラマンはね、かっこいいなーって思いますね。よし。よし、オッケー。そして、進化。進化。あ、間違えた。はい。まあね、本当は多分、あれよ、万能 DNA とか、貯めといた方がいいと思うんだけども、僕は結構使っちゃいます。うわぁ、かっこいい、かっこいいよ、めちゃめちゃかっこいい。僕はね、あれですよ、外出るときとか、天使の羽を、まあ、つけて、外で外出してますから、ほんとそれぐらいキレイロイド信者っていうか、まあ、キレイルビットの信者なので、まあ、その辺はね、ぜひ分かっていただければなと思います。はい。はい、ということでね、レベルの強化が終わりました。スキルの強化もしたいけど、まあ、後でやろうか。それは後でさ、やろうか、さすがに。独画外でやります。はい。ということで、タイラントまで、あと、お、すごい！あと3体でようやくタイラントですよ。まあ、とは言ってもね、タイラント育てるかって言ったらまあ、わかんないけどもね。やっぱゲットはしたいよね。ということで、今回は、キリエロイドさんをね、早速ね、使っていきたいということで、クエストを挑みたいと思います。はい、キリエロイド対キリエロイドということで、キリエロイドのトライアル行きましょうか。はい。よくさ、怪獣トライアル、ここでは限定マーケットに出品されている怪獣とバトルすることができます。はい、今回対戦相手となるのは、エンマ戦士キリエロイドです。出身は不明ながら超古代の地球に潜入し、人類に
参照していたようですが、ティアの活躍にジェラって姿を出したみたい。ジェラっちゃったんですよ。ね。ジェラっちゃったのよ。まあ、ただ僕はね、まあ、ウルトラマンティガよりも、キレイロード派なのでね、ぜひそこは、はい、大丈夫ですよ。キレイロードさん、安心してください。この姿はあくまで戦闘形態の、とのことですが、格闘能力は高くティガと互角と言えるでしょう。スキルは、はい、わかりました。その辺は体験してます。ということで、やってみましょう。まあ、そうだね、キレイロード、気がつながりだから、メルバさん持っていきましょうか。で、そうだな。こんな感じで、行こうかな。すごい、僕のさ、好きな怪獣の趣味わかるよね。メフィラス、ヤプール、キレイロイドという。まあ、いかにも、なかなか知性を持ったね。うん、どちらかというと、しつこい感じのね、そういう宇宙人が好きなんですね、僕ね。そうなんですよ。僕はそういうね、しつこい感じの、めっちゃめちゃっとした宇宙人が好きなんですよね。ということで、さあ、キレイロードさん。いや、ようやく変えたよね。ほんと、嬉しい。でもね、いきなりね、やられてほしくないからね。さあ、行くよ、キレイロードの攻撃見るよ。うわぁ、かっこいい、ロースゲル来た。いや、いいね。そう、キレイロイドと言ったら、このね、蹴りですよ。うわぁ、めちゃめちゃかっこいいやん。いやぁ、嬉しい。かっこいい。うわぁ、キレイロイド、かっけぇなぁ。お、回避。やるやん。すごい。今、ゲランだとね、ゲランだと、うん。なんかいろいろあったよ。すごいね。やっぱさ、それね、即属性と、そう、相性がいいから、まあ、できればね、即属性パーティーで組ませたいんだけど、僕があと即属性で使えるのゲランでしかいないからね。さあ、どうしましょう。うわぁ、かっこいいなぁ、キレイロード。めちゃめちゃいいやん。これね、もう星6に頑張って育てますよ。うん。とりあえずもうテンペラー星人が来るまでは、もう、キレイロードを、もうことしか考えない。そういう感じでいきたいと思います。うわー、いいなー。でもさ、どうせやったらさ、キレイロード2とかも来てほしい。キレイロード2の、羽が生えたのが超かっこよくないですか？で、顔もさ、変わってるじゃない。うわぁ、だからね、キレイロード2も好きなんだよね。あとはまあ、この間言ったけど、カオスキレイロードね。カオスキレイロードほんとかっこいいんですよ。うん。ってことでね、どうしようかなキャラクター。まあね、ファイティングアビエーションリバースはさ、ああやってオリジナル、ゲームオリジナル怪獣とかがさ、バンバン出てくるからね。すごい面白いですよ。カオスガロガとか。うん。さあ。あと、ま、EX タイラントとかね、すごいかっこいいんでね。あの辺も出てほしいし。ちょっとね、期待しちゃいますね。うわぁ、復活しちゃった。あ、復活しちゃった。復活しちゃったかー。そっかー。どうしようかー。あらまあ。キリュウレゴから倒した。あー、グロザムから倒したらよかったかな。まあ、いっか。まあ、どんどん倒しましょう。あー、でもやっぱね、メフィラスさんもかっこいいな。そう。あ、でも全然ダメージは耐えてくれますね。オッケーオッケー。あ、70。全然耐えてくれるわ。でね、キリエロッドさんをどうやって育てていこうか、まあ悩んでたんだけども、攻撃タイプに育てようかなと思ってて、うん。攻撃ダイアップとかつけて、まあ、攻撃的な感じにしようかなと思ってるんですけど、どうでしょうか。で、ゲランダを必殺ダイアップつけて、
みたいな、こと考えてるんですよね。どうでしょうか。さあ、それでは、待ってよ。ギャラクトランさんでダダを倒してから、かっこいい。ギャラクトランも人気だよね。うん。ということで、はい、倒しましょう。さあ、行きますよ。キレイロードさんの必殺技を見ましょう。かっこいい。めちゃめちゃかっこいい。うわー、たまらんわ。たまらんわ、マジで。めちゃめちゃかっこいいもん。いいねー。うん。まあ、そんな感じで、まあ、攻撃タイプで揃ってようかなと思ってましたけど。あ、スタミナなくなっちゃった。はい、という感じでね。うわー、めちゃめちゃかっこいい。うわ、ちょっと待って。うわ、かっけ。うわ、待って、超かっこいい。いいね。やっぱ、キレイロード買ってよかったわ。正直、まあ、本当で、テンプラー星人のために石貯めとこうかなって思ったけどさ、やっぱ買ってよかったわ、キレイロード。もう、めちゃめちゃかっこいいもん。この白と黒のボディがたまらんよね。うん。いやー、ほんとよかった、買ってよかった。ということでね、まあ、今回ね、キレイロイドをね、買ったよっていう動画だったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、これからね、また星5、星6とね、育てていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ、テレキドスチャンネルの方でテレキドスでございました。バイバイ。